おはようございます。4月2日火曜日の朝です。うちの近所には桜の木がたくさんあるんですが、昨日朝出かける時にはほんの数輪花が咲いていただけなんですが、午後帰ってくる時にはかなりの数の桜の花が見えました。今日も一日晴れるみたいなので、たくさん咲いてくれると楽しみです。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いていますか？背中側に気持ちを向けてください。肩甲骨は感じられるでしょうか？右の肩甲骨、背骨、そして左の肩甲骨、その肩甲骨を少しもぞもぞ動かしてください。背中で肩甲骨はどう動いていますか？では頭を左右に傾けてください。頭の動きをやめて両膝を立ててください。両手は天井に向けて持ち上げて、手のひらを合わせて指を組んでください。そして両肩は床に置いてください。両肩とこの組んだ指先で三角形ができていますか？昨日はこの三角形の先、指先が天井に近づいたり戻ったり、ゆっくりこの動きをやりましたね。肩が床から浮いたり床に戻ったり、その時の体の他の部分の動きにも気持ちを向けました。今日はこの床に戻ったこの両肩がさらに床を押したり力を抜いたりという動きをやってみてください。両肩で床を押すという表現をするとすごく力が入るイメージがあるかもしれませんが、そこはハーモニー体操なので、できるだけぐっと力を入れるということなく、肩が床を押したり力を抜いたりしてみてください。両肘は軽く伸ばしたまま、この三角形はこのままで、両肩で床を押したり力を抜いたり、そうすると体の他の部分にはどんな動きが生まれるでしょうか？両肩に挟まれた肩甲骨や背骨は、両肩が床を押すことによって床からふわっと浮いてくるでしょうか？でゆっくり戻ると
浮いたところが床に戻る感じは、その肩甲骨周りだけではなくて、もう少し下の方、背骨の下の方にはどんな動きがありそうですか？大きく動こうとせず、ほんの軽くでいいです。私はちょっと分かりやすく大きく動こうとしていますけれども、皆さんはぜひほんの軽くでいいので、両肩が床を押すことによって体全体にはどんな影響があるのか、この押すことをやめて力を抜いた時に他の体の部分がどう戻るのかを観察してください。呼吸は止まっていませんか？ちなみに両肩が床を押すときに胸、お腹を膨らませてみてください。そしてふーっと力を抜きます。両肩で床を押しながら息を吸いながら胸、お腹を膨らませて、そしてふーっと息を吐きながら力を抜いてください。頭にも何か動きがありそうでしょうか？両肩で床を押すときに顎も少し喉に近づけてみてください。骨盤には何か動きがありそうでしょうか？尾底骨、背骨の一番先っぽ、尻尾のあたりが少し床を向いていって、おへそのあたりが床から浮いてくるでしょうか？一旦両手両足を伸ばして休んでください。床に体を預けてください。もう一度両膝を立ててください。同じような体勢をとってください。今度は指先が天井に近づいたり、肩が床を押したり、ゆっくりこの動きを交互にやってみてください。大きく動く必要はありません。優しく優しく、ふわっと指先が天井に近づいたり、ふわっと両肩が床を押したり、背骨を挟んだ右と左の肩甲骨はどう動いていますか？指先が天井に近づくときに肩甲骨と肩甲骨はお互いに離れていって、肩が床を押すときにお互い肩甲骨が近づいていきます。
広がったり近づいたり、胸やお腹は膨らんだり小さくなったり、背骨の一番下の部分は天井を向いたり床を向いたり、両方の足の裏は床を押したり床から少し軽くなったり、体全体を見ていくといろんなところがいろんな動きをしていますね。小さな動きでも体全体に動きがつながっていることを感じてみてください。この動きに慣れたら少し速くしていってください。軽く、速く、軽く、速く、ふわっ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 。首や肩に力が入っていませんか？では動きをゆっくりやめていって、両手両足を伸ばして休んでください。今の体、床との関係は今日最初に仰向けになった時と比べて何か変化がありましたか？両方の肩甲骨、はっきり感じられるでしょうか？肩甲骨をもぞもぞ動かしてください。最初よりも自由な感じがするでしょうか？では頭を左右に傾けてください。はい、では動きをやめて起き上がってください。空が真っ青です。今日一日、桜の花、花、花はどれだけ増えるでしょうか。楽しみですね。では、いってらっしゃい。